あの感情を優先する人って、僕、あんまり周りに置きたくないんですよ、あと嘘をつく人、うん、周りで僕、嘘をつく人がいると、がん詰めするんですよ、その人が言ったことが嘘か真実かを毎回確認しなきゃいけないので、コストがかかるんですよね、一気にでも嘘つくと、もうが詰めするから、もう二度とやらないってください、うん、でそれでとやったらもうも縁を切るみたいな、そういう人には嫌われてもむしろ、僕が嫌いにならせるよりも、嫌いになって離れてくれたほが楽じゃないですか。 付き合うに値する人だけ残すための登竜門的な僕は立場が全然違うからヒロヨクさんの利用したくて嘘をついてくる人とか僕の近くにないんですよどういう人が嘘をついてくるんですかビジネスやってる時は結構あってこの会社こういうことやろうとしてるんですよみたいな例えば上場企業とかの場合って絶対そんな情報調べようがないんですよそれ出てきたら要はあのインサイダー情報になっちゃうじゃないですか なので、ある程度信頼ベースで進めなきゃいけないんですけど、あの会社、こういうことやろうとしてるよって言われて、じゃあ、それに乗っかりました、でもあのなんか話、ポシャったらしいんだよって言われると、もう調べようがないんですよ、投資をしました、失敗しましたってなるので、嘘つきがいると、いくらでも損はできちゃうんですよ。ううううんんうんんうん、うん、いうのがあるので、判断するときに分かんないですっていう、無能は全然いいんですよ。 っていうので状況をコントロールする人っていうのがいると、対処の仕様がないので、そういう人をなるべく近くに置かないっていうのになっちゃうっていう。嘘情報っていうのもあるし、約束を守らないっていうのもあるんですね。例えば、まるまるするから、株をまるまる譲ってくださいみたいな人がいれば、むかつきません、まるまるしてくれなかったらとか、えっと、騙そうとすると、約束がを守らないが、僕の中で別の事項なんですよ。1000万円返すって言ってて、足りなくて返せませんでした。 でも頑張りました、うん、これ約束破ったなんですけど騙す気はなかっただから僕の中でありなんですよ。